信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって新しい言葉を語り、言葉で語り、その手は蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。お祈りします。天の様、これから癒しに関して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと前から祈り始めていることがあるのはですね、癒しのこのいろんなことがポツポツと起こってるんですけども、重い精神病の癒しっていうのは結構起こったんですね。それが最近なかったので、これが出てくるようにちょっと祈ってたんですね。そうしましたら、きょんちゃんのね、うつが治ったっていうことが一つ起こったんですが、もう一つ起こってきたんですね。それはチェコチームが去年12月チェコに行った時にですね、ミカエル牧師が向こうの、受け入れ手の責任者だったんですが、その奥さんがですね、重い統合失調症なんですね。で、非常に厳しい状況 で苦しんでおられたんですが、その時にですね、前田さんの奥さんの、ね、統合失調症の癒しの証しをしたんですね。そしたらね、まあ、ちょっと後で動画に出てくると思うんですが、ミカエル牧師がね、感動しちゃってですね、でそこに聖霊の一つの働きが起こったっていうことをね、私は非常に強く感じます。そしたらね、奥さんね、そこから良くなり始めて、今ほとんどいいんですって。具体的にね、感謝したいと、こういうふうに思います。精霊の癒しの力がですね、より強く動き出しているということをね、感じますし、皆さんもね、期待しつつ、それからこの動画を見ている方の中でね、統合失調症とか、あと治らない精神病の方とか、あるいはですね、がん4度ぐらいの方とかね、期待しつつね、主に臨んでいただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでもうすぐ12月1日になるんですけども、12月1日というのはですね、私の奥さんの誕生日なんですね。それとね、私が当然神様がいなかったら死んだだろうと思われる葬式記念日なんですね。どうだったのかというとですね、その時進学校にいたんですけども、十二指腸潰瘍でね、何度か入院していて、そして戻ってきていてですね、寮で寝てたんですね。で、非常に悪い状況になってきたんですね。出血ですね。で、これはまずいなと、こう思ったんですが、その時ちょっと思ったことがあるんですね。何と思ったのかというとですね、もう何度も入院してるから、自分で入院、病気の重さ測れるんですね。そしてですね、思ったんですね。あ、これ入院レベルだなと。正直に言っちゃうと、救急車に乗せられてそのまま入院になるぞと。ちょっと入院はしたくないと。で、思ったんですね。何と思ったのかというと、じゃあ神様に癒してもらうということですね。そしてね、その時ね、私傲慢だったから、こう思ったんですね。こんな癒しはちょちょいのちょいだと。こう思ったんですね。本当にそう思ったんですね。そしてね、しばらく祈らないでずっとその状況を続けていてね、夕方頃、じゃあそろそろ祈るかと思ってですね、癒しの祈り始めたんですね。そしたらね、主の力を感じない、全く何にも起こらない。そしてですね、胃腸がどんどん悪くなる、痛くなってくると、どんどん悪くなってくるんですね。
おそらくだいぶ失血してたと思いますね、具体的にね。そしたらね、感じなくなったんです。で、私は病院を体験してる上でね、痛いのはまだいいんです。どんどん痛くなるのはね、感じなくなるとね、ひどい状況なんですね、具体的にですね。そしてその時にね、感覚ですよ、実際そうなったことは分かりませんよ、胃に穴が開いたって感覚がしたんです。感覚ですよ、いいですか、これは私の感覚であって、実際どうだったか分かりませんよ。その瞬間ね、血液がね、その穴からバーンってこう吹き出した感じがしたんですね。で、その瞬間ですね、心臓に1トンぐらいの重荷を乗せられた感じがしてですね、で、そのままですね、意識を失ってきました。で、私はね、すぐ分かりました、死ぬんだなと思ってね。で、死ぬんだなと思って、その意識失う中でね、言ったんです。神様助けてって。その瞬間ね、元に戻った。癒しが起こったんですね。完全に癒しが起こりました。で、平常に戻ったんですね。しかしね、ひどい状況であるってことは分かってましたから、すぐ新学生前を取ったので、呼んでね、救急車を呼んでもらったんですね。で、救急車を呼んでもらって、そしてね、病院に行って即入院になりました。そしたらですね、お医者さんが言ってんですね、大変な病人が入ってきたと、こういうふうに言ったんですね。そしてお医者さんはですね、うちの家族を呼びました。そしてね、午前2時ごろ自動車に乗ってうちの家族がやってきたんですね。そして、よくドラマで見ているようなですね、私が寝てる周りに家族が立って、そしてね、ご臨終ですっていう時みたいな感じで見てるんですね。まあ、心配そうに見てるわけですよね。でもね、その時私はね、もう大丈夫だなと思ったんですね。あそこで癒しが起こったから死なないと、こう思ったんですね。で、私がですね、何しに来たんだって言ったら、みんなニヤニヤ笑ってました。そしたらね、先生がね、うちの母親を呼んだんです。ちょっとって言ってですね、そしてドアの後ろに行きました。で、ドアの後ろに行った時に、何て言ったのかというとね、今日が危ないと。今日を超えればですね、大丈夫だけど、今日を超えられない場合は覚悟してください。そういうことですね。そしてね、できればすぐ手術をしたいと、こういうふうに言ったんですね。よく聞こえない。多分私に聞こえないようにドアの後ろに行ったと思うんですけど、聞こえるんですね。で、言ってやろうかと思って、聞こえますよって、患者に聞かせたくない言葉が聞こえるんですね。でも私はもうそこで癒されてるっていう感覚をね、さっきの瞬間死んだと思いましたから、持ってましたのでですね、もうその時は全然平安だったんですね。そしたらね、その先生、手術が慣れてなかったらしくてね、うちの母親が言ったんですね。何かっていうとですね、今ね、本を一生懸命調べてると。あの先生にやらせると危ないから止めるとかなんか言ってですね。そしてね、その日は手術しなかったんですね。で、結局、その病はですね、手術で終わったんですけども、この中でね、一つ分かることがあるんですね。それは何が分かるかというと、私、いろいろ病気やってるでしょ。で、癒しを求めてるじゃないですかね。そうするとね、人の癒しって結構分かんないところがあるんです。なぜ分かんないのかっていうと、治ったって言ってくるから、治ったと思うんだけど、本当に治ってんのかなとかね、医学的にはどうなのかなとか、いろいろ疑問が 生まれてくるんですよ。私、疑い深いから。ただ自分の病気となるとね、お医者さんにもこういうかかってるわけだし、自覚症状があるでしょ。で、それでね、はっきり分かってくるんですね。あ、これ治ったぞとかね、こういうふうに、なるわけないのになったぞとかね、分かるんですよね。ですからね、そういう意味でね、私は癒しを求め始めた理由はですね、自分は病気になったことでしたけども、自分がいっぱい病気をすることによってですね、片っ端から祈りますから、こっちもね。そうなるとね、どう治って、どうなったっていうのがよくわかるんです。
それでこの癒しの働きに関しては皆さんに言いましたようにですね、誰でもできる、これ誰でもできないと思っているのはとんでもない間違い、あの具体的にですね、私たちが聖霊のバプテスマを受けて、バプテスマが受けられますよ皆さん、そして異言の働きがあって、そしてその後賜物の働きを教会の管理のもとに皆さんがなすならばですね、皆さんできるようになります、具体的にね。で、私はですね、その中で、自分の癒しを祈ることを通して、具体的に主の霊がどう働いたか、どういうことが起こったか、どういう状況だったかってはっきり掴んできた。ですから、皆さんにお勧めします。何をお勧めするのかというとね、癒しの働きを求めている人は、自分の病気、いろいろ祈る。そうするとね、何が起こって何が起こってないかとかね、本当に癒しの技が起こったのかとかね、よーく分かってきますのでですね、それを成していくのはね、重要な意味合いがあると、こういうふうに思っておいていただきたいと思います。そしてですね、使徒行伝2章のヨエルの預言を見る限り、これは初めの雨のペンテコステの初めの雨と後の雨の、その再臨における聖霊の働きに関して書かれているんですね。で、それを見る限りですね、この後の雨のポイントっていうのはですね、救いであると、たくさんの人たちが救われると思われます。だから皆さんはですね、今私の姿を近くで見てますけどですね、その時が来たらそうはいかないと、で何万も何十万もの人たちがですね溢れてくるでしょう。もちろん我々の教会だけじゃなくて、いろんな教会にそのことが起こってくると思います。でその時にですね、人が救われていくわけですけども、癒しの働きは非常に大きな役割を果たすと、こういうふうに思います。ライホルト・ボンケは死に、張永義牧師は年取ってきてます、キャサリン・クルマンは死に、すごい、ベニーフはまだ生きてますけどね、だいぶ年取ってきてますね。で何を言うのかというとですね、それ以上の器がね現れてくると。もちろん海外に現れるでしょうし、日本のいろんな教会に現れるでしょうし、皆さんの中から現れてくると。で現れてくるときに何かというとね、非常に強い精霊の働きが働くようになる。でその時に私たちがその働きに対しての具体的な事柄を知っているということとともにですね、具体的な霊の動きとか力の動きを知るということは重要なポイントです。そしてその一つがね、自分を祈る、自分を祈る。そしてですね、まあ、いろんな状況が悪いときにはもちろん薬を飲むことはいいことですけども、それとともに祈ってね、どういうことが起こってきているのか、どういう技が起こってきているのか、例えば熱が一瞬にして消えたとか、そういうことが起こったときにはですね、どういう霊的な動きの中でそれが起こってきたかということをね、捉えるというのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。ですから病気は大変なんだけど、はっきりと精霊の働きを見る大きなポイントになります。例えばうちの妻がね、治らないうつであったことはね、幸運でした。なぜ幸運なのかって、こっちも やるわけですよ、いろいろね。でいろいろやるわけで、何にどう働いてくるかっていうのを見てるわけですね。それとともにベニー君が生まれつきの脳障害で生まれたことはね、幸運でした。どうして幸運だったのかっていうとですね、試せるからです。でそれはね、勉強になり訓練になるからです。そしてこの働きは具体的なものとして動き始めてるので、皆さんがねそれを捉えるということはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、人を、自分を祈ることを通して、より深く癒しの働きっていうのをつかめるようになってきます。それとともにね、人を祈る。なるべくいろんな方々をね、祈っておいてください。そうすると、その、癒しにおける精霊の働きっていうのが分かってきます。で、精霊の働きがないときでも癒されたりすることがあるんですね。だからそれはあり得ると。しかしね、祈っててね、分かるっていう時もあるんですね、聖霊の働きが。分かるようになるっていうのは、ある程度何にも祈っておかないとダメなの。
で、それで練習になるわけですね。訓練になるわけですね。それで、それが皆さんを通しての主の現れと大きな関係を持つということをね、覚えておいていただきたいと思います。で、湘南内で呼ばれたときに、教会にね、呼ばれたときに、CS もやってくれって言われたから CS やったんですね。で、その時にですね、まあそこ福音派の教会だけど、癒しのことを言ったんですね。で、癒しが起こると。だから癒しのために祈りなさい。皆さんを通しても技が起こるって子供たち言ったんですね。そしてね、教室の方に行ったんです。あ、教室が、礼拝堂の方に行ったんですけども、そしたらね、事件が起こってて、一人のね、5歳の女の子がね、小指をね、強く打って、まあ、これ折れたか、ひびが入ったんじゃないかって言われ、みんな言ってましたけどもですね、みんな周りで騒いでるんですね。そしてお父さんがね、保険証持ってくるって走って行きました。このまま病院に連れて行く。それでね、私、そこにちょっと行っちゃったんですよね。で、行った時閉まったなと思ったんですね。子供たちについてくるわけでしょ。で、そこの場所に行く前に言っちゃったんですね。病人がいたら祈ってあげなさいと。なんかね、引っ込みをつかないで言っちゃって、子供たちが後ろにいてですね、そういう圧力を私にかけてるわけじゃないけど、お前言ったな、祈ってるみたいなね、そんな圧力を感じたのですよね。で、しょうがないのでですね、その女の子のそばに行ってですね、こうやって小指があったので、小指に手を置いて祈り始めました。そしてそこにね、うちの母親が来ていてね、母親が言うのですね、バカなことはやめなさい、余計なこと言うなって。それでね、祈り始めたんですね。で、泣いてましたよね。で、祈った瞬間分かりました。何かで強く精霊が与えたんですね。だから祈った瞬間に治ったって分かったんですね。ですからちょっと祈ってね、聞いたんですね。もう痛くないでしょ。どうしてそう言ったのかというとね、分かるんです。もう治って痛くないって。そしたらね、痛いとか言うんですね。で、私ね、嘘だと思いましたね。おかしいぞと。でもね、もう一回ね、こう指を手で包んで祈ったんですね。そしたらね、自分から指を引っこ抜きました。そしてね、言うんですね、痛くないって。そしたら面白いことが起こりました。その子供はね、不思議そうにね、こうやって指をね、こう見てる。そしたら子供たちがね、みんな周りに集まって指をこうやって見てるんですね。それ一緒にして癒されました。で、その時はね、霊の力が強く働いたっていうのは分かって、治ったって分かります。癒しの時にはこういうことが起こります。何かっていうと、何にも霊的に感じないのに治ってる場合もあります。でもある場合はね、霊の流れを非常に強く感じてね、こちらの方で癒される前に癒されたって分かる場合がありますね。で、ともあれ、私たちは自分を祈ることを通して癒しに関していろんな体験的なこと、具体的なことが分かってくるだけじゃなくてね、他の人を祈ることを通してですね、より対応ができるようになってくるということですね。どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで一つ残念なのはですね、日本に住んでるクリスチャンはね、自分が用いられると思ってない。これはね、思い切ってやった時にね、技が起こります。どうして技が起こるのかというとですね、私がやるわけでも皆さんがやるわけではなくて、神がやるのです。神がやる時に何が起こるかというとね、神の力が現れる、栄光が表されると。で、その時にはですね、聖霊の導きに従ってどんどんやっちゃっていただきたいと。いろんな働きが起こります。なんかアメリカから癒しの人が来て、教会のグループも一緒にくっついてきてですね、集会を終わった時にですね、癒しの人が祈って、その後アメリカの教会の人たちが祈ってたって話を聞いたことがあります。あれは我々が祈るべきです。なぜ我々が祈るべきなのかというと、あれをどうして技が起こるからですね。それで大きな集会とかなんかやってるときに、もしね、聖霊様が導かれるならば、やってください。例えば、ウガンダで3000人の集会をやったときに、
終わった時に主が言われたんですね、癒しと奇跡の働きをやれって。やりましたね。たくさんの人が癒されました。聖霊の働きがあまり強いので、私思ったんですね、これ死人がいたら蘇るぞと。まあ、死人が蘇るって噂がアフリカで起こってたので、ちょうどアフリカにいたのでね、行ったんですね、思ったんですね。で、アルゼンチンでやった時にですね、聖霊がやれっていうのでやったら、技が起こりました。向こうでやってる人たちと引けが取らない技が起こります。なぜかっていうとね、聖霊の働きが起こってるからです。やるのは聖霊であって、私たちじゃないからですよね。そしてね、注意しないといけないのは、この霊的な働きは具体的な問題になってると。だからはっきりとそれを対応し備えているのといないのと大きな差となってくると。そしてですね、まあ、インターネットの働きもそうですけれども、今日本はね、人が全く救われない国です。それから霊的な暗闇と思われています。しかし霊的な縛りが強いのですね。しかしそれは主の許しのもとにそれがあるのであってですね、主がですね、特別な計画を日本に用意しているのです。それが起こり始めてますよね。それは賜物の働きとともにね、大きな技が起こると。栄光が起こると。これを神様がなそうとされておられるということを感じます。例えば今私はですね、予言の本がロシア語に翻訳され、チェコ語、ポーランド語に翻訳され、ドイツ語に翻訳されました。そしてね、会社の働きの中で賜物の働きを説明したり導いたりするということになってきてます。で、皆さん、日本からそんなこと起こりますか、普通。で、それはね、特別な神様の働きが日本の上にあるからですね。で、それはですね、私を通して、あるいは皆さんを通して技をなしていくというふうに思っておいてください。で、女の人もね、頑張ってください。なぜ頑張ってくださいっていうのかっていうとですね、後の雨の特徴はですね、2つあるんですね。1つはね、聖霊の賜物の働き、素晴らしい働きですね。それとともに今までになかったことがね、起こってきたんですね。1900年代以降ね、キャサリン・クーマンとかシンディ・ジェイコブズとかね、女の器が立ってきた。そして女の器が奇跡を行ったり、技を行うようになってきた。でさ、皆さんの中でね、女性でね、立ってくる人たちもいらっしゃると思いますね。で、非常に大きな神様が技をなされる方でも出てくると、こういうふうに感じるんですね。で、それをなしていくっていうことはね、非常に重要な意味合いがあります。それとともにですね、この癒しの働きの時に、主に2通りの形で癒しが起こってくるということを見ます。一つは何かというと、祈ったり、あら全体で祈ったときに、もうその場で癒される。こういう形です。もう一つはどういうことかというと、言葉が来る。例えば、エシュンジさんの場合はですね、自閉症が癒される。また同時にですね、エシュンちゃんの賜物は賛美ですって。で、前田さんの奥さんの場合はですね、この病は癒されます。ベニ君の場合はですね、この脳障害は癒されます。言葉が来る場合。そして主に言葉が来る場合はですね、知識で脳障害の人が癒されましたって言った瞬間癒されるって、その瞬時に行く場合もあるし、約束として与えられて、語られた人が握っている中でそれが解放される場合もあると。まあ、不審さんの場合もそうですよね、具体的にね。だから、瞬時に行く場合と、それとともにですね、言葉が来て、言葉を言うことを通して、その言われた人がそれを握り、そして具体的な技に至るっていうね、二通りの形があるということを、ね、見といていただきたいと思います。ですから皆さんやるときにも二通りっていうことを頭に置きつつですね、対応するときに、いろんな神様の働きと宮沢が起こるということをね、覚えておいてください。天皇様、あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。